ンチャンネルをご視聴の皆さん、こんにちは。アンチャンネルの安藤雄一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は自宅にあるものを使って、ゴルフのスイングに生かしてみようシリーズの第2弾をやっていきたいと思います。前回お話ししたように、練習場に行きたいんですけどなかなか練習場に行けない方で、コースに行きたいけどなかなかコースにも行けない方、忙しくてですね、でご自宅で素振りをしたいんだけど家で素振りをするとちょっとね、クラブを持つと危険だとか、そういう方になんか身の回りのものを代用していただいてゴルフスイングに生かしていただきたいなという、このコーナーをプチコーナーですけどやっていきたいと思います。で今回は前回のペットボトルじゃなくてタオルを使ったリズムの練習をしていきたいと思います。今回はスイングに、コースに行くとちょっとリズムが速くなってしまうとか、逆に遅く、こっちのタイプは少ないですね。遅くなりすぎてしまうのも良くないですし、早いのはもう当然良くないです。このリズムを一定間整える練習がご自宅で簡単にできるので、その練習法を紹介していきたいと思います。はい、本日もお楽しみに。では早速、先ほど言ったリズム感の練習をしていきたいと思います。よくラウンドレッスン、コースに行って見られるのが、しっかり肩が入る前に打ちに行ってしまう方、こういう方ですね。こういう方が一番多いです。トップまで行ってないのに打ち急いでしまって早く切り返してしまう方、これはすごくミスショットの原因になりますし、リズムが毎回統一してないです。でこういう方はご自宅にあるタオルを使って練習していただきます。普通のタオルです。ちょっと派手ですけど、ここ普通のタオルを先をちょっと結んでいただいて、しっかりで、これを持ってどうするかというと、左右に当てます。右肩左肩、これをすることによってタオルが肩に当たるまで待つことができるんですね。スイングテンポが一緒になるんですよ。じゃあ速い方どうなるかっていうと、こういう風になってしまいます。もう一回いきます。切り返しが速い方、うまくこう触れないので、右左で、このスイングのリズムで打つんだというのを考えながら、例えば明日コンペだとすると、形も大事だけどもう前日スイング直すのってなかなか難しいので、しっかりこの一定のリズムで打てるようにしてください。これ打ち急いでしまったらこのようにうまく背中に当たりません。こうなってしまいます。なので常に一定の背中当たったら背中、このリズムで振れるようにご自宅でやってみてください。でタオルだったらもし何かに当たってもそんなに危険がないので、ぜひ明日がコンペという方はやられてみてください。皆さん今リズム感の練習をタオルを使ってやっていきました。あのタオルが均等にテイクバックで背中、フォロー側で背中に当たるように、同じリズムで当たるようにするだけでリズムの一定化図れますので、皆さんもぜひやられてみてください。タオルをちょっと丸をね、先をくくっていただいて、一定のリズムでしっかり同じスイングをしていただくということですね。でこれをしていただくと、前回も言ったように一定のリズムが体に刻まれますから、コースに行った時に早かったらご自分で気づくことができます。これが大事です。人に言われて早いよって気づくのも大切なんですが、ご自分で遅かったり早かったりする、いつものリズムじゃないなっていうのが分かると、それが一番ね、分かりやすいと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。タオルだったら、人に最悪当たっても、物に当たっても、最悪はまだね、タオルだとそんなに大怪我にはつながらないと思いますので、ぜひやられてみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルが少しでもためになったと思っていただければ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。アンチャンネルではこれからも皆様のゴルフライフにお役立ちできるような、少しでもためになる動画を配信していきたいと思いますので、何かこうご要望とかわからないことがあったら何でもやりますので、下のコメント欄にコメントいただけたらなと思います。
本日もご視聴いただきありがとうございました。